飯に乗せられた出汁、だし。ナス、キュウリ、ミョウガ、オクラ、昆布を使用。だしは、山形県、村山地方の郷土料理である。夏野菜と、香味野菜を細かく刻み、醤油などで和えたもの。飯や豆腐にかけて食べる。一般的には、だしと区別して、山形のだしと呼ばれるが、山形のだしは株式会社丸八が、商標登録している。 山形には、出汁を製造する、漬物会社がいくつか存在する。よく冷やした野菜を5ミリメートル台程度に粗く、みじん切りにして混ぜ合わせ、醤油や酒、うま味調味料などで味付けする。味を馴染ませるため数時間から一晩ほど寝かせる、場合もある。主に、茄子、きゅうりなどの夏野菜と、少量のしそ、みょうが、木、生姜などの香味野菜を用いる。 もっとも、身近な野菜であれば、食材を選ばず、人参、ピーマンなどの冷蔵庫の残り野菜を何でも使うことが、できる。茹でたオクラや昆布、納豆昆布、メカブを使って、粘り気を出したり、わさびや唐辛子で辛味を加えたりすることもある。各家庭によって、それぞれに異なった味付けがあるのも特徴。出来上がった、だしは、大きめの容器に盛られ。 各自が適量を温かいご飯に乗せて食べるのが一般的。豆腐や納豆などの薬味としても使われる。そばつゆに同量を入れ麺に絡ませる食べ方もある。口述するように近年では全国に知られて販路が広がるようになり牛丼のトッピングなどにも使われている。山形県の内陸部である村山地方で古くから食べられてきた家庭料理。 生まれ育った地域や年代によっては、アクセントを、ダニ置き、塩ほぼ、スに近いビボイン混じりの発音で、出すと呼ぶ人もいる。出汁を、テレビ番組で紹介し、全国に広めるきっかけを作った山形県在住の、米国人タレントのダニエル・カールは、河北町のおばあさんから振る舞われて、初めて知った時に、料理名を、出すと教えられたことを回想している。 上記の丸八は同じ山形県でも日本海沿岸の省内地方に本社を置いており1999年に村山地方出身の社員が商品化に向けた社内プレゼンテーションを行うまで経営幹部も出汁を知らなかった即席の漬物に分類されるため衛生管理が難しく食料品店で販売されるようになったのはかなり食品性を 地元スーパーマーケットの山沢が扱うようになった1980年前後と見られる。マルハチが2000年に商品化した直後は、首都圏スーパーなどの食品バイヤーらの反応は、冷淡だったが、消費者の認知度が上がるにつれて、売上が増え、取扱店や参入メーカーが広がった。材料となる野菜の洗浄、殺菌を徹底することで、 山形県で生産されてから購入者が食べるまでの数日間、鮮度や食感、色合いを保持することが可能になった。前述のダニエル・カールは、だしを NHK 教育テレビジョンの番組、今日の料理で紹介し、全国に知られるようになった。カールが紹介した、だしは、この年に放映された、今日の料理のレシピで、視聴者からの問い合わせが最も多かった。 2008年8月に行列のできる法律相談所で元村弁護士のお気に入りとして紹介され、2008年11月の行列のできる芸能人通販王決定戦では、丸8の商品がギャル、ソネグルメセットのうちの一品として紹介された。長野県北部から新潟県内陸の上沼地域にかけて出汁と似た郷土食がある。 長野県側ではやたら、魚沼地方では霧材と呼ばれる。長野県リーズナ町では7月から8月にかけてやたら、祭りが催され、地域のレストラン、食堂で様々なやたらのアレンジ料理が楽しめる。ありがとうございます。